All right, everyone, welcome to a brand new series on the channel, Yakuza 0. Now, I did play the Yakuza games back in the PS2 days, 2005, I think, Yakuza 1 and 2, and I did play Yakuza 4 back in, I want to say, summer of 2012, before I had a YouTube channel. So, and I enjoyed them. So I decided, why not make this a series, and showcase a series to you guys. Anyway, my name is Raven from the Sky. Be sure to show this new series some love, and yeah, let's do this. Jesus. この街で喧嘩になら、ちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるとき、特にな。時間サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだ、もういいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までねね。なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、こら。Oh, here we go. Oi, teme. Butskattoite nani skato koite nda yo? Chanto ayamare tsunda yo. Dogeza shiro, dogeza. Oi, yoshio. Yose. Ha? どうもすみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、
これは俺からの気持ちね。いや、それは取り班が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、額のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。ま、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。ち、金貸しが偉そうに。めんどくせ。Oh, well then.Wipe that blood off your face, man. You're scaring people. Yeah. Bound by oath. This is where Nishiki said he'd meet me. Guess I beat him here.
beepers. Y'all remember that? Back in the day. 724106, huh? That's code for what you're up to. I'm waiting for your slow ass to show up. May as well look around and see if I can find him. Find Nishiyama. What? What's his name? Nostalgia for the 80s. So this takes place in the 80s. I never played this though. This is the prequel. Matter of fact, I think this isn't a remake. This is new. Well, not brand new. I think this came out in 2015. Yakuza Zero? I think it's 2015. I could be wrong. But I think Yakuza 5 came out the same year, I think. The following year. And then Yakuza 6, I think it's 2017 or 2018. What? I'll get money. But I did. Play 1 and 2 and 4. Running shakedowns on our turf? Somebody needs to set them straight before they try anything really stupid. God, the graphics are amazing. I remember these are like arcadey. Like if you're a fan of Dynasty Warriors, I played that back in the day too. That's just reminds me of. But Dynasty Warriors had a lot more enemies on the screen than just the five gang members. You know, it was like one versus 1,000. Oi, yakuza じゃねえのか、そいつ。バカ。ヤクザったって、年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え？だったら何だ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。ほら！Street hooligans. Sick of that. Turn that game mode on. Screen went black. I could have died from that. During the fight. That's triangle. There it is again! See ya! Very bad shape. Made him slump over. Oh, 相変わらず容赦ねえな。錦。おめえいつまで経っても来ねえから、待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ。おめえが長く来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。
暇つぶしに喧嘩って。おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや。とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよ。な？ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやつさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっておくさ。へえ。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。500 grand。 俺は服なんかどうでもいい。風間のおやつさんだっていつも地味な服着てんだろ。That's half a million in American money. That's four suits. あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ。堅気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全て。ちっ、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。ちょっと待てよ。We're walking too fast? 何すんだよ。Oh, walk so close, ちょっと待てよ。Oh, look at that car. A Diablo. おめえ、この辺りの店、ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて、何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、
そう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ。今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃん。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。何すんだよ。おい、キリュウ。What is this? A fight? Looks like it.Come on, you're in the way. What, sir? What's your problem, bro? You got a problem? We're in the middle of some important business. Hey, old man. Quit talking to those, them. We're not done here. Who's the old man? You snot-nosed little punk? Who's a snot, whatever you said?Oof. Oh, now you've done it. Yeah? Come on, Grandpa. Take your best shot. Screw it. They've completely wasted. It's not worth the trouble. Let's take a different road. No need. I've got a faster way to fix this.Oh, yeah. I just need to sober them up a bit with my fists. Again? I can't tell if you're a sadist or a charity worker. What are you babbling about? Stay out of this.Yeah, butt out, you butts. Drunkards. In the pavement. Oh man, the Yakuza games are a trip, man. Huh? What? Where am I? What was I doing here? And who are you? Sounds like that sobered him up. Must be a delicate touch.I remember watching music videos at that bar. Then we got to talking about which
idols were liked. Idols we liked. Yeah, then some smartass started making fun of poor sweet Shoto clan. And then, ugh, my head's throbbing. I can't remember past that. I think you two have had enough for tonight. Go home. Yeah. Ow. Whoa, you okay, mister? Here, I'll walk you to the train. Take it slow. Oof, thanks. You're awful considerate for a kid your age. All well that ends well. Let's hit that bar. Yeah. Some are things, let me see, that will probably happen on their own as you play the game, but others will require more deliberate effort. Visit temples or shrines. That's the CP exchange menu where you can spend CP to earn special blessings, ranging from being able to sprint. Oh, wow. To earning more cash from fights. They're a big help. Take a look. Sayukka. What? What a waste. A darn shame, I say. You got a punch like a two-ton gorilla. You go waste it on drunks? What do you think that talent was meant for? All that raw fighting prowess. Look, I just helped a couple of guys work off some alcohol, that's all. Yes. Yes, that's the point. That's the problem. You want to talk alcohol? You like taking one swig from a vintage bottle and tossing the rest. Go from the look of you, you're Japanese mafia, yeah? Something like yes. that. Yes. Yes. Seems like you're pretty confident in the fight. A real dynamite boy. You calling me boy? Don't get ruffled now, kid. Compared to me, you're practically a toddler. Huh. Hey, Giru, what's the hold up, man? It's nothing. Be right there. Too much booze is bad for you, Gramps. Take care. Hey now, hold up. Wait, I got one piece of advice for you. And I've got a friend waiting for me. I've got something to say. If you've got something to say, make it quick. Oh no, out for a night with your main dog? Me and the boys used to really wreck it back when I was your age. If you spend all your money playing around, you'll never get stronger. You gotta invest in yourself. What? Like a gym membership? No. No, no. That's no better than spending it on booze. I'm talking about investing in yourself literally. Literally? What does that even mean? Glad you asked, my boy. Here's a special lecture just for you. Okay. Wow. Talk about cost to upgrade. Oh, listen, that's cost like $1 million. God. Yeah, $2 million. We have to get in fights like crazy. 400,000. $2 million. $30 million. Jesus. $30 million. Oh my God. You keep pouring money into yourself, and with little training, that talent of yours will grow in no time. So keep the women and wine on a budget here. Investing in myself, literally. I never thought of that. Bet you're glad you stopped and listened now, huh? Yeah, guess I am. Yo, Giru, I'm coming. All that serious talk killed my buzz. Time for round two. You got a good night. You have a good night, my boy.
What a weird old man. What's his deal? That's cool, I can hold R too. Hold R2 and follow him. I was using the analog the whole time. Stay classy. That's part of the draw. Sounds a perfect fit for the newly minted rich playboys as the economy's turned out. They've come thirsty for booze and women. The Kamaruchos got both in spades. Talking about yuppies, huh? Nishikiyama-kun! Yo! Nanda, Isra?現役女子大生ホステスの窓花ちゃんとゆいちゃんだ。は？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？ 信じたいけど。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。 いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女と繋がっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。 だから兄貴たちと飲むとき、いろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の国での覚えも目立てる。どうせ極道やるならどんな手使っても持ち上がらなきゃ意味がない。違うか？なるほど。そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。 店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど？なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。<笑>なるほど。お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。 おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。 てめえの体張るくらいしか能がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？
おめえが下で頑張って風間のおやさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやさんの子じゃない、堂島組の組員なんだ。おやさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。わかった、今日はとことん付き合うぜ。Karaoke is a rhythm game where you press buttons shown on the screen. Karaoke.Still get a good score, I hope. Yeah, that's still a good score. Ha! Karaoke King.知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。
さあ行くか。前から思ってたけどよ、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな、流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。そのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だだな。好きなの。いや、ごちそうさまです。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？神室町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ。組か。No, that means. He did just rough him up. 早速呼び出した。He left. We saw he left.事務所に電話してくる。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。You know it is. まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、おやさんが札にパクられたのも、その3人の誰かに売られたって噂だ。Oh my god. なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、
周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴が親父さんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件で親父さんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまね。Alright guys, thanks for watching. My name is Raven from the Sky. If you enjoyed the episode, drop a like and subscribe to the channel and the series grow. Don't forget to ring that bell so you don't miss an upload. I'm out of here. Peace.